演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちら、こちらドミノピザのブルックリンミートボールとナスのミートグラタンを食べたいと思います。お肉たっぷり、チーズもたっぷり、美味しそうですね。ではまずはこちらミートボールからいただきたいと思います。ブルックリンについても何か違うのかな。小ぶりですね。まあ、こんなもんかな。ホクホクのジャガイモはどのフレーバーも合います。でも一番の大きい、もうちょっと大きい方が自分の好みかな。続きましてはこちらナスのミートグラタン。こっちもナスが焼いてしっかりともしてチーズも結構伸びてる伸びてる伸びてる。ではいただきます。ミートボールはチーズの旨味とトマトの酸味がお肉とよく絡んで美味しかったんですが、もうちょっと大きなボリュームを想像していたので、もうちょっと大きい方が良かったかなと思ってしまったのが残念でした。まあサイドメニューなのでこのくらいなのかなと思うのですが、そしてナスのミートグラタンはチーズがいっぱいあるのですが、下にトマトソースが入っているのでグラタンのようなラザニアに近い印象がありました。ジャガイモやナスの食感もあって美味しかったんですが、グラタンとはちょっと違うかなと思ったのでこちらの点数とさせていただきます。あ、ミートボールもこちらの点数ですね。まあどちらも美味しくありますので、ピザの前にお肉をという方にはおすすめです。森林浴ブラックホールは奥深きや、森の奥は暗いですからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。